としてて数車種が生産されているアクシス50とアクシス90は共に1990年発売。上級スクーターとしての位置づけであるが、主な部品はジョグが使用しているものを流用している。アクシス90は、ほぼ同時期に並行発売されていたジョグ90と同型のエンジン型を搭載しており、 社名から想像すると 90cc のエンジンを搭載していると思われがちだが実際には 82cc である。このエンジンは俗に言う排気ガス規制前横型エンジンの 50cc 車両にボルトオンで装着できるため近年エンジン単体の人気が盛り上がっている。なお、メットインスペースを燃料タンクスペースに変更して 長距離航続運転を図ったアクシスプロフットやフットレスト上部に鍵付き小物入れを設けたアクシストランクという派生車種も存在していたが現在はすべて生産終了しているグランドアクシスは1998年9月20日に発売された概要当時の日本は 50cc 超 125cc 以下の小型自動二輪車は 需要が少なかったことからコスト低減を狙い、スクーター大国である台湾の台湾、ヤマハキ車工業が製造した車体を、正規輸入していたため低価格で充実した仕様となっていた。エンジンの最高馬力は 10PS だが、50cc とさほど変わらない寸法と、車体重量のボディに搭載しているため、機動力に優れた走りを見せ、さらに車輪系は12インチで、 高い走破性とゆったりとした乗り心地を追求している。グランドアクシス100は日本における原付き2種の車両であったことから、一足早約2007年から自動車排出ガス規制の強化を受けて全敗となった原付き1種の2ストローク車より1年遅れて規制が適用されることになったため、この車両が日本メーカーの正規販売で購入できる新車のオートバイとしては、 最後の2ストロークエンジン搭載車種となっていたが2008年9月に生産終了となった。これにより日本メーカーが生産する高動仕様の2ストロークエンジン車は日本国内での販売がすべて終了となった。車両解説当時台湾で販売されていた BWS100 などと同一の2ストローク単気筒 101cc シリンダーを前方に水平に倒した。 短気筒、強制空冷式のエンジンを使用しているが、グランドアクシスのみ、シリンダーヘッド等のデチューンが施されている。シート下には、メットインスペースと、ガソリン給油口が設置されている。また、シート外側のフットスペースに、オイル給油口があり、メットインを採用する多くのスクーターとは、配置が逆である。他にも買い物袋をかけることができる。 コンビニフックを標準装備しているほか、フロントにビジネスバッグを固定するキャリアを、リアには専用のリアボックスをオプションで装備できるなど、ビジネスユースへの配慮がなされている。駐車時には、キー差し込み部をシャッターで保護し、これに連動して、ハンドルとセンタースタンド並びに後輪を固定する、機構を採用するなど車体に、盗難対策が施されていた。発売から、 販売終了までの10年間で何度かマイナーチェンジが行われ6型まで存在する。2001年からの2型以降は外見上の差異がほとんどないが、これ以前の1型との間ではフロントブレーキの体系化やオイルポンプが機械式からコンピューター制御になるなどの変化があり、形式番号も SB01J から BDSB06J に変更されている。 アクシストリートは2009年8月25日に発売された。名称のトリートは、ラテン語のトライテスと英語のストリートを組み合わせた造語。外洋台湾山垣車工業が現地で製造を販売している、強風港を日本仕様にしたもので、製造した車体を正規に輸入し販売されている。不景気の煽りを受け、維持費や任意保険などが安価に対応でき、 また通勤や近距離の足として住宅事情、中勤問題の起こる都市部の駐車スペースのコンパクトさが売りとなり小型自動二輪車が脚光を浴びて販売台数が伸びていた。しかしアマハはグランドアクシス以降の新車が登場していなかったこともありニーズに応えるためにもこの車種が登場した。ワイズギア製のオプションが装備されたアクセサリーパッケージ 仕様として、2011年2月にリアボックス、サイドスタンドナックルガードが装備された快適セレクションが発売され、2012年9月にはナックルガードをグリップヒーターに変更した快適セレクション GH も発売されている。2017年9月1日、平成28年自動車排出ガス規制強化により、生産終了を発表。車両解説車体は、 旧型のシグナスシリーズをベースとしており、エンジンも旧型同様の4ストロークサ h C に、バルブ単気筒 124cc であるが、排ガス規制対応や指導性向上のために、燃料噴射装置を搭載させている。アクシス Z は2017年4月25日より、発売された。外洋仙台にあたる取りと同様に、台湾ヤマハ社工業が2016年より現地で、 製造している、強号を日本向け仕様として、正給入により販売している。車両開説車体はトリートから座席を拡大し、メットインスペースもジェットヘルメット2つ分の大容量を確保したが、車両重量は1 0ラム弁と大幅に軽量化している。エンジンは、トリートと同様の機構ながら内部構造を全面刷新したブルーコアエンジンを搭載し、 平成28年環境規制に適合させつつ、動力性能の向上と低燃費を実現したとしている。ありがとうございます。